金剛商寺は、三重県伊勢市浅間町だけにある臨済州南禅寺派の寺院である。三号は、勝峰山、陰号は、吐卒院と称する。本尊は、国造菩薩である。浅間三南本東原にあり、浅間山と呼ばれる場合がある。木造雨、報道自立像、平安時代の作。創建は六世紀半ば、金明天皇が、そう、 教体に命じて、明星堂を建てたのが、初めと言われているが、定かでない。平安時代の825年に、空海が、新言密教道場として、当時を中興したと伝えられている。なお、戸橋河内町丸山539の倉造寺は、空海が、当時の奥の院として建立したという。金剛正寺は、その後衰退したが、十四世紀末の百九十二年に、 鎌倉県長寺五世の仏禅寺東学部の明が最高に尽力した。これにより、安ず高文明を解散第一世とし、新言宗から臨在宗に改修し、全宗寺院となった。新仏集合時代、伊勢神宮の牛虎に位置する当時が、伊勢神宮の鬼門を守る寺として、伊勢信仰と結びつき、伊勢へ参らば、朝間まをかけよ、朝間まかけねば、片参りとされ、伊勢、 島最大の寺となった。国造菩薩の剣属、雨、報道寺が祀られており、当時は、天寺総美家の下限と考えられたため、伊勢光大寺院宮の奥の院とされた。それらから、仏寺に用いられる敷火ではなく、神寺に使われる榊が備えられる、全国でも珍しい寺である。関ヶ原の戦いから敗走した後に、東市島で自陣した、久喜義隆のゆかりの寺であり、 吉高にまつわる所蔵品がいくつかある。吉高の三男幽慶は、吉高の母代を弔い金剛商事に出家し、金剛商事第十二世となった。江戸時代には徳川幕府が伊勢神宮と絡んで重視し、援助した。1609年には、張間国姫次城主で、豊臣秀吉の七将の一人、池田照正公が火災で失われた本堂マニデンを再建した。 この本堂は1701年に徳川綱吉の母継承院による修復を経て現存し重要文化財に指定されている。1925年にケーブルカーが開通、昭和になってからは内空前から登山バスが運行されるなどで浅間山へ登る人が激増したが、第二次世界大戦中の1944年、ケーブルカーの線路が軍用のため金属教室により徴収され、 廃線となり、一般の浅間山への入山が禁止され、今後、正寺は衰退した。戦後には、伊勢湾台風などで被害を受けるなど、衰退の一途をたどった。1964年の伊勢島スカイライン開通後には、参拝客も再び急増し、1979年に、二王門が再建されるなど、王子の賑わいを超えるまでに復興した。路線バスは2008年以降、 6月の解散期の3日間を除いて運行されていなかったが、2013年以降は、土休日に限り三重交通のサングーバスが運行されている。1894年に近くの京が峰から複数の平安時代末期の1173年の名のある京ずが発見されたほか、1960年の伊勢湾台風でも京塚が発見され、 この平安末期には埋教信仰があったことが確認された。この時の出土品の教筒などは1963年に国宝に指定され、教塚は1966年に浅間山教塚軍として国の史跡に指定された。戦国阿弥陀三尊来合教像などの浅間山行が峰教塚出土品は当時境内にある宝物館で見ることができる。浅間山付近では、 江戸期以降、宗派を問わず葬儀の後に、浅間山に登り、今後を正奥翼の院に東馬を建て供養する、竹参り、竹もでなどと呼ばれる風習がある。また寛永7年に、秋田市の祖で、日立国志志度藩主、秋田三江末が、山徳に実居させられている。豊臣秀吉の歓喜を受けた、微島地戦が潜伏したり、関ヶ原の戦いに際して、 福原長隆がこの地で自害したなど、アジール的な空間でもあった。今後、商事本堂浅間山京塚軍。ありがとうございます。